はい、コツノブ趣味部屋へようこそ。今回はね、ご覧通り、メタルビルドからエヴァンゲリオン初号機、はい、こちらをね、紹介していきたいと思います。結構ね、即日で完売したっていうね、すごい人気があった、フィギュアですね。はい、まあ、自分の場合はね、事前にネットで、予約してたんで、まあ、普通に、届きました。はい、ということでね、まあ、箱の外観を見ていくと、まあ、こういう感じで、まあ、結構アクションポーズがね、結構いろいろ撮れるみたいですね。はい、ということでね、ではね、早速開封して、ブリスターとかね、見ていきたいと思います。はい、ブリスターを、見ていきましょう。多分これはね、格納庫かなんかのパーツだと思いますね。で、こっちが、まず、手パーツですね。はい、に、ソードとかね、あとライフルとか、まあ主に武器ですね、これはね、武器。はい、でその下が、台座ですね。まあ要は格納庫を再現した台座って感じですね。はい、なんかエヴァっぽいようなパーツがいっぱいついてますね。で、これのこれに、発泡スチロールに入ったこちらが多分本体になりますね。はい、ではね、本体をちょっと開けてみてみましょう。はい、一応ね、開けました。見ていきましょう。ちゃんとね、はい、こういう感じで入ってますね。いやー、これはいいよ。ここにブリスターがかましてあります。よいしょ。はい、で本体です。よっとね。はい、よっ。はい、いやー、すごい。いや、細かいなぁ、作り込みが。すげぇ細かい。いや、すごいね。まあ、正面から見るとね、まあ、どうでしょうね。結構ネットだとね、マンボウじゃんってね。なんか、言われてますけど、まあ角度だと思うけどな。いや、すっげえな。いや、作り込みがすげえ細かいな。いやー、すげえ。口もこれ開閉するのかな。ちょっとだけ開閉するな。はい、とこういう感じですね、本体はね。じゃあね、まあざっくりとね、まあ前回ね、ロボット魂のナイチンゲール紹介させていただきましたが、あんな感じでね、また、無音声で、パパッとね、パーツを紹介していきたいと思います。で最後に、まあね、自分のまたかっこいいポーズを決めた、画像で終わりたいと思います。はい、ではどうぞ。
組み上がりました。時間かかったな、まあ、いろいろねポーズとかも、調整したんですけれども、一応こんな感じですね、うん、武器とかはね、この格納庫にこうつけれる感じですね全部、うん、でプラグねこれね、一応ね持たせてる武器は、ライフル、はい、こちらですね。いやーかっこいいね。いやーすげえ、よーできとるわ、すごい。いやいいね、引きで見るとこういう感じですね、うん、いやー素晴らしい、いやーいいね、いや完璧ですわ。エヴァフィギュア史上結構、まあ、エヴァのフィギュア自体が持ってないんですけどねこれは本当出来が良さそうだったんでね、一応魂ネーションもね、行ってね現地で、実物見てるんでね、その時にもうすげえ出来いいなーと思ってたんでね、もう早速もう予約、もう予約もねすごいね、ショップとかサーバー落ちちゃってね、もうね大変だったね。まあその中でも自分はギリギリなんとか予約できたんですけれども、今回はねこのメタルビルドシリーズの中でも主にガンダムね取り扱ってるんですけど、まあ、このエヴァに関しては生産数があんまそんな作られてないらしいんでね、なので今プレネがついちゃってますね、うん、いやーすげー、いやいいね、うわということでね、今回はね、2連チャンでロボット系、まあこれに関してはロボットっていうのはわかんないけどね、うん、まあ一応ね、紹介してきました。はい、まあ、一応ねこれを機にね、評判が良かったら、じゃんじゃんと、こういうロボット系もね、紹介していけたらと思ってます。はい、なのでね、皆さん、チャンネル登録してね、お待ちいただければなと思います。あとコメントね、もしね、いただけるんでしたら、コメントいただければ、ね、うん、動画の励みにもなりますんでね、はい、ぜひともよろしくお願いします。では今日はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。